もう俺が食い物で当たったの。いやそれではないと思うんですけど、ていうか裁判所の中に自販機なんかあったかな。あったような気がするな。もう甘い気になった。甘い気になった。冷たいコーヒー飲みてえな。これ氷で浮かんだ冷たいコーヒー飲みてえな。ええなぁ。いやごめんなさい、チャリンチャリン音がするのはちょっといただけへんかったけども、その水筒持ってこんな正解やな。熱いな。水に入れてもらえばよかった。まあ。吸ってって。入れてって言ったら入れてくれるけど。熱いな、しかしこれ。え、今日は木曜日か。曜日の感覚まで麻痺してきましたから。ないね、もう全く。だらけよ。とりあえず明日がロト6。違う、今日がロト6。明日がロト7。生活できますね。27日がレインボー宝くじ。暇で暇でしょ、青い。暇でしょ。じゃあお金があるんじゃないですか。仕事がないんですよ。行けないだけでしょ、あなた。え？行けないだけでしょ。行けない？行けないだけでしょ。行けない、あそれはまた、血売るバイトでもないかなぁ思って。あれ楽よ。行ってくれば病院行って血抜かれて1万円血抜かれて1万円そもそも電池もないねんけども。電池もないんか。今日はタブレット来てへん。持ってきてるよ。来てんのかい。さあそうやん、タブレットがモバイルバッテリー代わりやん。それがないとまたアルさんに何モバイルバッテリー買えって言われる。配信者として当たり前やろって言われる。いや配信者違うから、配信者違うから、趣味だから。配信はお遊びだから。暑い暑い。あれが弁護士会館ね。あのタワーマンの手前が弁護士会館なんで、その手前のが、大阪地裁高裁。違う、これが地裁高裁。あれ何やったっけ。弁護士会館の手前何やったっけ。なんもないか。雨だから天満所やない。あーあれ天満所か。そうかそうか、せいせい。俺を少年課に2時間も閉じ込めた天満所や。天満所の保安係はね、僕を2時間も少年課に閉じ込めるんですよ。交番のなんか相談員みたいなおじちゃんって、あれあの下りだから、ね、昔はやっぱりお巡りさんだったんだよね、きっと。ああそうかな。暇でしゃあない。もうほぼ夫も、あーこんにちは。すっげー暇でしゃあないんやと思うよ。すっげー暇で仕方がないんやと思うよ。そんな感じやと思う。そもそも公務員やってて、そっからまた甘くだったって、もうほんまに大丈夫みたいな。社会と触れ合ってないけど、君本当に生きていけた、生きてこれた今までって。昔の駐在さんがそのままなったって感じやな。暑いな、しかしこれ。なんでちょっとしか歩いてへんの、そんな汗だくなんですか。おかしいじゃないですか。あのね、はい、僕ね、はい、撮ってんだよ。僕ね、デブなんだよ。なんかあの、今年の初め見た時より撮ったよね。今年の初め見張った。マドを持っていて。何月ぐらいそれ。今1月。
そんな前も、あ、その立つ、あ、さよか、そうでございますか。え、でも、え、ちゃうで。だって、配信始めたのが1月のケツやから、2月とかじゃない、早くても、2月3月。2月3月って言ったら、まあ、沖縄も行ってたし、こっちの案件もちょろちょろやってたから。もうこっちの案件もまた来週もあんねんけど、もうめんどくさいのよね。もうあんましたくない。え？もうあんまりいらんのよね、正直。あ、これはやっぱ取っとかなあかんやろ。これは。止められた、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 止められた。警察車両や。裁判官とか書記官、側記官とかその裁判所の事務員さんがガーッとおるところが大半で、法廷自体はそんなにないってことですな。我々が関われる入れるところはそんなに広くないっちゅう。バスで来てるよこれ。ツアーかなんかですか。何所ですか。あの 誰かがあの、ね、T 君を追い詰めてんのはどうなったんですか。そう、それ見たらいいんじゃない。ケン君さん、あいつもあいつでなんか、ね、キチガイばっかりやったあいつでも寝ばかり一緒やな。覚醒剤取締り法違反もあって、自販機どこやろ。お前な、裁判員に任命してくれたやん。日当もらいに来るのよ。マジでか。あんねん。あ、俺第三裁判員候補者入っちゃえ。どこの買ってんの。自販機。え？あれ見たらいいんじゃない？え、こっちあんの？いや、わからん。じゃろ？めっちゃ適当。あ、あっちや。書店、投射室。書店って何が見せるんだよ。普通に本屋さん出入りやん、しかもこれ。どういうこと？どういうこと？いらんの？いらんの？Thank you.
で結構です。シャーノンでとかをガン見しもてんけど口で飲ませてもう捕まんの俺ここでいきなり捕まんの昼休みだもんな。何の罪で捕まらんやろ。公然わいです。 JK、 JK、 うん、ほんまもんやめっちゃほんまもんや。どこだ、来てるさ。この二人絶対付き合ってるよ。絶対付き合ってるよ。絶対付き合ってるよ。始まってるよ。始まってるよ。どうした。全国両都市およそ200カ所に支部が設けられています。また簡易裁判所は全国の400カ所以上あります。あの地方裁判所と簡易裁判所は何が違うんですか。裁判の手続きは基本的には同じです。ただし簡易裁判所は争いとなっている金額が比較的少額の民事裁判と比較的軽い罪の刑事裁判などを取り扱うより身近な存在です。簡易裁判所には通常の訴訟のほかに少額のお金の支払いを求める場合に利用できる少額訴訟という手続きがあります。この手続きでは原則1回の審理で直ちに判決を言い渡します。また先ほども少しお話しした民事調停について簡易裁判所で取り扱っています。裁判所って地方裁判所と簡易裁判所のそうです。よくご存知ですね。先ほど話題に出た家事調停、家事審判や少年審判は家庭裁判所で取り扱います。その他、民事訴訟の第一審も家庭裁判所で取り扱います。810と80の国になるけど、8回行ってみる。マジで何なの学生大好きなやつ。なんか啓蒙してるんじゃない。ダメ絶対的に。つけてくれよ。行っていいよ。そっち。
当事者にも来ちゃったし。806人体810どこや。どうしたらいいんだろう。ここを見せ、先生も見せてどうすんねやろうって言ってやろうし。薬やったらこうやって裂かれんねんぞ。社会研究かな。なるほどな。あれこうやで。うん。頭が悪そうなの。そやろ。そんな感じだったやろ。絶対に法学部行って、僕弁護士になりますっていう人やつがおるような。僕私弁護士目指します。がおるような雰囲気じゃなかったよ。先生もいろいろな四苦八苦って考えてるんやろ。社会の仕組みっていうのを教えたんやろ。ああ、なるほどな、うんうん、でもそれを知らずに50歳になってる大人も山ほどおるからな。そうですよね、うん、恐ろしいぐらいに。恐ろしいですね。ま、特に配信者見てたらそう思うよな。思いますね。ほんまお前ら自由だよなみたいな。お前らモラルってわかるみたいな。見ててこっちがなんか痛い痛々しいっていうか、いやお金もらって別に生活する分には別にいいんですよ。それを職業として税金も納めてやってる分なら全然いいですし、自分のね老後のことも考えてありがとうございますね。いろいろ行動されてる方は別に僕はいいと思うんですよ、ね、認めてあげた方が逆に、そんなたくさんいいと思うんだけど、なるな。その先をね、結局は数字が欲しいから、通報枠になっちゃうわけでしょ。俺人のこと言われへんやん。え、バンされてるから。あれ見たらな。見てたんや。な、最近見るって。ああ、え、見れた？見れたよ。ほんま？残ってるのいいかな、うん、マジで、うん、あ、ほんなら YouTube に投げとかな、早く消されるやん。俺もう全部ないもんやん、思った。え、何どうして何考えてんの。バンにすんやったら配信で消すやろ、普通。そうやな。どう思ってんけど、全然見れません。ほんま、運営アホやな。思うよ。うまいこと利用しててね。多分、今の配信者が、毎月マックス50万まで換金できんやんか、そこ。うん。まあ、それ以外の金はプールされていってまうねんけど、うん、毎月50万請求出してるやつは税務署に絶対支払い徴収もされてるはずなのに、もうそれ全然税金徴収の当たり前なのに、それを来ないものとして前提でやってるのを見てて痛々しいなぁと思う。来年度に来るんですよ。だから忘れた頃に来るんですよ。支払い徴収で出してるから、うん、どうなるの。今年の3月に4月この時期ぐらいに税務署から来るんちゃう。でしょ、うん、大丈夫なのかな。それまでに稼いでたやつがもう来てるはずやねんけどな。それも来てるような気配ないのよ、あれ。じゃあ出してないのよ、多分ね。なあ、なんやかんやで損金扱いにして、うちは儲かってませんよ、うん、あ、でも違うな、支払い調書は出してるはずやもんな。どういうことなんやろな。まあ、2年分ぐらい貯めて、2、3年分貯めてくるのかな、税務署も。税務署は忘れた頃にやってくるっていうし。だって何十万レベルが来えへんもん、いちいち。特に国税なんかは。うん。うん、何千万単位から来るの？やっぱそれぐらいの税務申告漏れがあれば、動くやろうけど、その10万単位で動いたら足りへんやん。10万を踏み倒せるってことですね。バレなけりゃね。でも普通に生活してたら、まあ、もう俺もそうやねんけど、うん、税金を還付されてしまうと、うん、こっちは払いたいのよ、むしろ、うん、
納税証明も上がらへんしっていういろんな不都合があるから、うん、でもそれをあいつらは目先の金だけで還付したり納税をしないから証明が上がらへん、うん、なと思うけどな。普通は払うべきやし払いたいと思うのが普通だと思うねんけどな。お金なかったらあそこまで行くんやろな、目先の金で。アフィリエイトと変わりへんかね、やってることは。昔のアフィリエイトってサイトにバナーやのリンクを貼っといて、そこを踏まれて成果があれば報酬がもらえるっていうやつだったのが、まあ、目の前で、さもその金の実演をしてくれる実演販売に変わっただけで、結局はそのアプリをこうだとか課金したら、そいつらのその会社に儲けいって、その広そこから広告代が彼らに出てるだけであって、YouTuber とかね。アフィリエイターとなんだ変わりはない。やれよ、動画サイト作ろう。でもあそこまでになろうと思ったら、こっからまあまあ向こう5年間ぐらい毎日毎日どうでもいいから動画を上げ続けて、数上げとかないとアクセス数で絶対に負けるし、次 SEO で負けるし、そこから先はやっぱ質もあるし、その中で1本2本のあたり動画があればまあまあって感じちゃう。5分ぐらい上げたところで全然わかんない。YouTube に上げたら逆に30分動画よりも5分10分の短縮バージョンの方が見てはもらえるかな、回数も伸びるし。見てる人いるんですか。見えへん、見えへん。普通の YouTuber の動画、ラファエルとかヒカルとか、まあ、暗黒は30分やってもんけど、まあ結構考えてやってんなとは思うね。喋り方とかもキャラの設定とか完璧やな、完璧やな、うん、でもこの人、この子らは名前を変えることもできへんし、なんかキャラを変えることもできへんし、それに縛られていくんやな今後ずっと。そんな研究してるんですか。え、そんな他の、いや普通にマーケティングで考えたらそういうふうに思わへん。あ、そういう視点で普段から見てられる、なんか、もう配信業調子とか言いながらきっちりなんか分析してるやん。配信業として分析というよりかは、まあ、そういう頭になってるんですね。そういうキャラクターというか。お前の動画でもつまらない。つまらないやつなんてもっとつまらないに決まってるやん。いや、それはあなた偏見やと思う。多分あの他の人はちゃんと考えて台本もあってやって作り込んであるから、1本3本目ぐらいからその人の動画を見出すと、こう、あ、おこの人面白いやんと思ってくると思う。ちゃんと台本書いてるから。そうね。で、起承転結がはっきりしてるし。最後オチがあるし、最初の挨拶でまずつかみを取ってるし、の動画がほとんどなので、やっぱりも構成をでも考えてやるであれ、だからあの生の詩がよくあの動画を編集してるのかの、まあ責任なんかも言われてるけど、そもそも種類が違うものを自分がフワチとかその何ツイキャスとかでやったものをそのまま動画化しようと思うからあかんのであって、動画用に配信するか、めっちゃ喋ってるやん。誰、誰と話してるんだ。ボソボソとしか聞こえない。ミチルがいるのか。てめえコメント見てねえだろ。見ろよもうハゲ。もう電池ないねん。電池がないねん。充電せなかった。
したんやって言われるよ。それは普通やん。取り調べ、取り調べ調書は今日まだ民事見てへんやんな。民事見てへんやんな。見てる。ってことは刑事しか見てへんやん。さっきの弁護士、被告人のことを被告って言ったからね。被告人ですけど、原告被告は民訴で。ありがとうございます。大丈夫です。遠方から来たんちゃうか、午前中、東京の裁判所で、午後から大阪でみたいな。ワイも集中行くときあんないんで。っていうかドギュンちゃんはもう配信はしないの？え？あなた配信しないの？もうするよ、今今忙しいよ。あ、そうか。老後の件はどうなったの？何の？奈良の老後の件。ああ、だからなんか何ラフワンみたいなのを3つ4つ出してくれたらそっからみたいなことを言ってるからもうあんまりやなと思って。いや別に作ってほしいことは作ってほしいと思うで。うん。でもこっちに全部丸投げっちゅうのも作れるやろ？何もイメージもあるんやろ？イメージを引き出すことはできますか、ちょっと最初にだからこんなのどうって言って話のうちに。あ、そうなの。まあやっぱりそう一回は会わんとあかんね。まあ会わんでもメール取るってもいいと思う。お金くれないんですよ。まあだからお金取ったらいいと思うよ。その三つ四つだってさ、なんていうの、それが採用されたら成功報酬もたえんじゃん、なんぼか。中古車自動車販売店を開く、結構おっちゃんやね。パソコン関係が全然遅いから。どう？もういいやん。うん、いいんちゃう？うん、だいたい俺もこんな感じやで。